さらなる力、それが欲しいのなら面白い場所があるわよ。ここは暗黒回廊。オロチマル様の実験体が収容されている場所さ。まあほとんどは失敗作だけどね。失敗作とは言ってもその力は侮れないわよ。君でもね。サスケ君、君にはこの回廊の先にある巻物を取ってきてもらうわ。その巻物には君への真術が記されている。まあ君が欲するさらなる力ってとこだ。ただしさっきも言った通り、回廊には失敗作どもがうごめいている。もし君の実力が一定レベルに達していなければ、この回廊で果てることになるだろう。テストということか。さすがに理解が早いわね。その通り。この回廊は君の成長を試す場所、そして真術にふさわしいか試す場所でもある。君の力が本物ならばこの回廊は問題なく突破できるはずよ。少しは暇つぶしになりそうだ。サスケ君、これを渡しておくわ。それは回廊への扉を開く鍵よ。自由に使って構わないわ。一応僕はここで待機しておく。休息を取るときは声をかけてくれ。そろそろ行きなさい。新しい戦いの始まりよ。
そうだ。Thank you.
Yeah!